ちは。加瀬さん、いらっしゃい。迷わず来れた？大丈夫。何度もマップでチェックしてたし、すぐには。マップ？なんだ、じゃあ大丈夫だね。あ、これ買ってきたんだ。ケーキ？一緒に食べよう。ちょっと散らかってるけど、どうぞ。お邪魔します。なんだか照れくさいけど。私の部屋にいるなんて。やっぱちょっと照れちゃう。でも嬉しいな。お待たせ。どうしたの？どっか具合でも。え、いや大丈夫大丈夫。ちょっとベッドがふかふかだったもんね。なんだ山田の部屋、いろんな本があるね。あ、これ全部英語だ。それはナショナルトラストの本。イギリスの環境保護のボランティア。へえ。イギリスはガーデナーの聖地だよ。いつか行ってみたいと思ってるんだ。イギリス行くの？山田移住？え、いや英語できないし無理無理。旅行できたらいいなって。すごいね、山田って。え、そんなこと。ケーキ食べよう、ね。ショートケーキ。はい、山田、あげる。好きでしょ？え、好きだけど、いちごはケーキの命だよ。うるさいな。はい、あーん。あ、おいしい。私もここで食べよっと。本当に好きなんだね、いちごショート。山田？ん？山田はその私としてもいいと思ってる？ん？どっち？キス、キスかな。いや、まだ分かってないでしょ。ん？ごめん、山田が部屋に呼んでくれたから私勝手に浮かれちゃった。あ、分かってるよ。嘘、分かってない。嘘じゃないよ、本当に分かってるよ。私も加瀬さんと。本当に山田、私山田とちゃんと付き合いたいんだ。ちゃんと。ちゃんと？ちゃんとって。あ、加瀬さん、いい匂い。なんだっけ、ハーブの。あれ、ハーブの。
ててね。ケーキもらった。え、俺？もうちゃんと言ったってば。もう分かってますってば。心の中で戸惑っているよ。初めて知ったあなたの思いに。